さっきレムコと話したよ。今回の収穫分は全滅だ。なぜ新型変異を見抜けなかったんだ。では配給計画が元に戻るまでにどれくらいかかる。計画を一から全部評価し直す必要があるだろうな。電熱コイルは使えず合金もない。水の浄化速度は以前に比べて 35% 減だ。私はローザも罪悪感や恥と戦っている。だからホームワードを立ち上げたんだ。月で下した辛い判断への食材になると考えているのだ。あの偉大で勇敢なローザが他の者と同じく恐怖とエゴで動いている。南極での大災害を覚えているか。私はそこにいたのだ。唯一の生き残りだった。自給自足型の生物圏構築に挑んだのはこれで2回目。それが3年も経たないで崩壊したんだ。全て意味のない言い争い、不毛な軽装でだ。知的で冷静な人々が愚かで不合理な原人に退化してしまった。教えてくれアイザック、なぜいつも感情が合理性に勝ってしまうのだろうな。地球での最後の日々が資源をめぐる果てしない戦いで満たされたのはなぜだ。なぜ人類は一丸となって動くことができない。答えはなすべきことをなすには人間は自分本位に過ぎるからだ。じきに地球も火星同様住めない惑星になる。人類のせいでな。ウサギのせいでもハチのせいでもない。私の妻の体を蝕んでいったがん細胞のせいでもない。我々のせいなのだ。何としても止めなければ。耐え抜き、必ず成功してみせる。アウトワードは順調だった。いや、今なお順調だ。だが彼女が生み出す混沌が問題だ。お前にも分かっているだろう。ああ、なら教えてくれアイザック、なぜ精神病棟で彼女を助けたのか。そしてなぜ彼女と交流しているのか。選択の時だアイザック。どちらの側に立つのかを決めてもらう。どちらの側とかじゃない。ローザはいい友人なんだ。今回ばかりは中立気取りはできないぞ。アウトワードか地球かだアイザック。私はアウトワードのためにここにいる。地球、もうどうでもいい。地球がどうでもいい。
父さんは前にもそう言ってた。父さんは前にもそう言ってた。キャシー、大丈夫？ねえ、本当に平気？ねえ、ちょっと寒いんじゃない？毛布を持ってくる。飲み物を作るわね。平気よ、私がやるから。父さん、教えてよ、一体何を考えていたの？あんな危険な場所に子供を連れていくなんて。 WSA で学ばなかったの？私は自分で教えたかったんだ。それでこのざま。私の意見聞く気もないんでしょ？私は親権を失い、父さんはあの子を連れていくためだけに地球に戻ってきた。私は父親だ。知ってるわよ。君が嫌というものを保証してくれてる。たとえ幼い女の子を月に連れてくなんて無茶苦茶な父親でもね。もう帰ろうよ。ねえ。キャト、ついてるよ。いいね。何と言われようと、もう決まったことだ。恐怖と痛みだけに駆り立てられて行動する。自分勝手でひどい父親なこと。自分が何を言ってるのか分かってるわ。理由で月にいることを選んでる人だってことは重々承知してる。その才能と努力を地球で生かさずに。地球などどうでもいい。あの子が全てなんだ。なら私は、私はお前のことも愛してるぞ。クレア、頼む。ほら、泣かないの。さよなら、キャッシー。またいつか会えるわ。約束よ。クレア、頼む。クレア、待ってくれ。通信が聞こえなかったのは何かの干渉だと思う。信号を見つけたよ。一人で入ったの？誰もいない。雑草と半分枯れた植物だけ。拾った信号は何だったの？日暮れ時に酸素が消費されていただろう。植物は夜間には酸素を生成せずに消費するものだから、多分それだと思う。じゃあ外れない。仕方ない。キャット、とりあえず戻ってきて。
ごめんサラ、でもあなたは怪我してるし、だからこうした方が。それでも命令違反よキャシー、これはミッションよ。勝手な行動は慎んで。あなたは自分とミッションを危険にさらしてる。あなたの指揮官は私、いいわね。わかったのキャシー。うん、了解。一人で行くなんて無茶が過ぎるわ。稼働するローバーはあなたの持ち出した一台だけ。何かあったらあなた一人よ。そうね。もし人を見かけたら着したよ。何が見える？生命活動の気配はない。施設は無人でかなり傷んでる。前に話した採石場みたい。接近してみる。もし誰かいても単独で接触しないように。まっすぐこっちに戻ってきて。やるね。きっと何かあるわ。アイラ、あれって光？降りる方法を探そう。氷の向こう側に渡るにはまずは下に降りないとダメかも。向こう側へジャンプするわよ。氷に覆われた施設に向かって移動中。彼らの水処理施設かしら。かもね。そっちはどう？そうね、すごいものを。行方不明のアークビータよ。ビータ？どこかで聞いたことが。しかもそれだけじゃないの。ビータには何百万種という動植物のデータバンクが保管されてる。
大半は絶滅種だけど、それを再生成できる。まさに生体プリンターね。生体プリンター？生命を作り出すための材料が揃ってる。わあ。これまでに絶滅してしまった動植物を何もかも取り戻せるわ。だが見つからないんだ。プリンターの位置が記録にないのよ。消えてしまってる。だからそっちで何か分かったらすぐに知らせて。コピオーダムの役割が何にせよデータによると出力が大幅に低下してる。それにあの建造物、あそこに向かってるのね。なるほどね。ここで抗うつ剤を作ってたんだ。食料と一緒に大量に配布してたのね。この施設で水と食料、それから医療品を販売してたんだと思う。ここ数年は相当ひどい状況だったみたい。危機みたいな感じで。みんな飢えていたのね。マッカーさんの妄想の犠牲者よ。飢餓の原因も誰の責任かもまだ分かってない。気をつけるのよ。ええ、また報告する。からホームワードが爆弾を起爆させて氷を溶かす電熱光量を破壊したみたい。自分たちの水源なのに。ローザの仲間か。ローザ自身は関わってなかったみたいだけど、この水を飲んだり食べるものを育てたり全てを賄ってた。無謀だよ。人間は追い詰められると何でもするわみたい。他にも言いたいことがあったんだけど。そう、ごめんなさい。クレアのことも、それにここに到着してからのことも。あの人がいないと心が空っぽ。私も
あなたに八つ当たりしてしまってる。むしろ私の方があなたを支えないといけないのに。だからごめんなさい。サラ、ありがとう。アクセを持ち帰りますわ、クレアのために。うん。あのコンテナをどけないと。
行くわよ。Thank you.
父さんは前にもそう言ってた。キャシー、大丈夫？ねえ、本当に平気？ねえ、ちょっと寒いじゃない？毛布を持ってくる。飲み物を作るわね。平気よ、私がやるから。父さん、教えてよ、一体何を考えていたの？あんな危険な場所に子供を連れていくなんて、WSA で学ばなかったの？私は自分で教えたかったんだ。それでこのざま？私の意見なんて聞く気もないんでしょ。私は親権を失い、父さんはあの子を連れていくためだけに地球に戻ってきた。私は父親だ。知ってるわよ。国が嫌というものを保証してくれてる。たとえ幼い女の子が好きに連れてくなんて無茶苦茶な父親でもね。もう帰ろうよ。ねえ。キャット、住んでるよ。いいね。何と言われようと、もう決まったことは。恐怖と痛みだけに駆り立てられて行動する。自分勝手にひどい父親だこと。自分が何を言ってるのか分かってるのか。わけのわからない理由で月にいることを選んでる人だってことは重々承知してる。その才能と努力を地球で生かさずに。地球などどうでもいい。あの子が全てなんだ。なら私は。私はお前のことも愛してる。クリア、頼む。ほら、泣かないの？さよなら、キャッシュ。またいつか会えるわ。約束よ。クレア、頼む。クレア、待ってくれ。
通信が聞こえなかったのは何かの干渉だと思う。信号を見つけたよ。一人で入ったの？誰もいない。雑草と半分枯れた植物だけ。拾った信号は何だったの？日暮れ時に酸素が消費されていただろう。植物は夜間には酸素を生成せずに消費するものだが、多分それだと思う。聞こえなかったのは何かの干渉だと思う。信号を見つけたよ。一人で入ったの？誰もいない。雑草と半分枯れた植物だけ。拾った信号は何だったの？日暮れ時に酸素が消費されていただろう。植物は夜間には酸素を生成せずに消費するものだから、それだと思う。大丈夫だから心配しないで。採掘トンネル網に落ちただけだから出口があるはず。ローバーで合流しよう。
なぜこのミッションに参加したかったの？で、地球救済が大事ってタイプには見えないし。今ちょっと忙しいんだけど、サラ。何があったの？お願い、教えて。サラ、居住区画で手を貸してほしいんだ。見つけたかもしれない。アウトワード参加者だ。本当？見つかってない？いや、それは大丈夫だと。今行くわ。キャッシー、こっちに戻ってきて。了解よ。